今日もトリちゃん見ていただきありがとうございます。トリニティマーケティング部のピンクです。今日ご紹介するのはこちら、アップルウォッチの一体型構造ケースに防水仕様のものが登場しましたので、こちらご紹介していきます。それでは行ってみましょう。デジタルライフを豊かにするシンプリズム。はい、それではご紹介していきます。シンプリズムの Apple Watch に対応した絶対可動割れしない一体型構造のガラス、画面保護ガラスです。2022年度に発売したものに、防水仕様のタイプが登場しましたので、こちらをご紹介していきます。カラーバリエーションがクリアとブラック2色あります。装着は本当に簡単で、これをペリッと取り外しまして、アップルウォッチをはめるだけです。はい、これで装着完了です。クリアタイプは半透明になっているので、お気に入りのカラーが透けて見えますね。ブラックはこんな感じです。このダイヤルの部分が見えるので、まあこれがアクセントになるような感じになります。で、この一体構造ケースって画面の表示面積ありますかね。ブラックのフレームがついているので、表示面積若干隠れるかなっていう感じなんですけど、まあこれを気にするか気にしないか微妙なところですかね。本当に若干です。あと、まあ、こういうケース、一体構造のケースって操作性ちょっとどうなるか心配される方いらっしゃるかと思うんですが、スワイプ系はしっかり動いて、電卓こんな感じでタップもできます。爪が長くて操作しづらいっていうのはあるんですが、タップ割とちゃんと効きます。この端っこの戻るボタンとかもしっかり効きます。で、最近のアップルウォッチって防水仕様がアップルウォッチ本体についてるんですけれども、ケースなどによっては防水仕様がついていないものだと、水が普通にケースとアップルウォッチの間に侵入してきてしまって、まあ、ちょっとそれは衛生的にもどうなのかしらっていうところで、今回シンプリズムのケースには防水機能をつけました。ちゃんと防水されているか、水槽に沈めて試してみたいと思います。ではまず防水機能のついていないケース、今はめてるんですが、こちらを沈めてみます。どうなるんでしょうか。じゃーん、ちょっと振ったりしてみます。はい、このケース自体もなんかボタンとかは言うこと聞きますね。こんな感じで水が侵入してきました。で、こうなるとちょっとケースをつけたままではこの水滴はなかなか取れないですね。うまいことはまって取れないので、ちょっと画面も見づらくなりますし、衛生的にもあまり良くないかなと思います。今度はこの防水性能のある一体型構造ケースつけてみたので沈めてみます。よいしょ。はい、ドボンと行きました。まあ振ってみたりします。どうなんでしょうか。こんな感じで全然画面とケースの間に水滴が残ることなく、ケースから水が侵入してこないことが分かりました。で、このパッケージにもあるように IPX8 取得しておりますので、水辺でよくアップルウォッチ使う方、大変おすすめのケースです。で、こんな感じで、ケースとあと保護ガラスの部分が一体型になっているので、周りのケースだけとかガラスだけ買うよりも、まあ、お得っていうのもありますし、これ一つでこの側面と画面側をしっかり守ってくれるので、まあ、これさえあればね、アップルウォッチを綺麗にずっと使えるんじゃないかなと思います。で、この一体型構造ケースは周りは PC 素材というポリカーボネート、耐衝撃、衝撃吸収性のあるタフな
素材で作られていて、画面の部分はガラスで作られています。でも強化されているすごく強いガラスで作られております。なので365日ガラス交換保証をつけました。これもしも使っている時に割れてしまっても購入から365日以内でしたら新しいものと交換しますよというサービスです。結構 Apple Watch ってこうやって腕につけて、私もガシガシ腕とかいろんな柱とか壁とかに当ててしまうので、スマホと比べても Apple Watch ってこう傷つきやすいというか、ガラス割りやすくなってるんじゃないかなって思うんですけど、まあ、こちらの一体構造ケースだったら万が一割れてしまっても新品と交換しますので、ご安心してお使いいただけます。そんな、側面も画面もこれ一つで守れて防水性能までついているシンプリズムの Apple Watch 全体可動割れしない一体構造ガラス、ご紹介いたしました。いかがでしたでしょうか。この一体型構造ケースがあれば水辺も安心して Apple Watch を使いいただけます。この動画がいいねと思っていただいた方、グッドボタンとチャンネル登録お願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。